金箔、ゲストはこの方々です。どうも、東京テイソンです。お願いします。今回は岡山市役所の先生のお宝探しをもうしてきたんですけど、はい、そうしまして、はい、いや楽しかったですね。やっぱ金箔が一番楽しかったですね。確かにね、本当にスタッフ様あったかく、あったかくて、あのいつも楽しくやらさせていただきつつ、で今回もちょっと駅からはちょっと近いんですけど、僕ら来たことないエリアで、なんか何があるんだろうと思ったら結構いろんなものがあって、ちょっと、うん、ご飯も美味しかったし、プラスなんかちょっと体までね、ちょっと整ったような感じになるロケですね。はい、いろいろまあちょっとね、面白いこういうこともしましたね。こういうこともしましたよ。最後まで見逃さないように。そうですね、はい、本当にお二人も羽を伸ばして楽しかったなと思います。はい、ありがとうございます。次はちょっといつになるかわかんないですけども、そういろいろ待ってますので、皆さん本当に最後までぜひご覧ください。はい、だからもう本当に本編見てください。本編でいろいろこう分かると思います。そうですね、はい、初公開のものもありますので、よろしくお願いします。ありがとうございますよ。ください。6月10日の金曜日夜7時から放送です。お楽しみに。金箔の曲作りますよ。大丈夫です。10日の金箔は東京ホテイソンと岡山市役所周辺でお宝探し。いや、これはやばいわ。これすげえ。 SNS 映えする肉まんとフルーツサンドに、懐かしの駄菓子で大クイズ大会。見たことあるけど、ショーゴさんの肉体美もお見逃しなく。鏡見てるから。金箔見てね。